はい、皆さんおはようございます。今日はですね、残雪と桜ということでね、撮っております。ここは桜とね、残雪が見える世界的にも有名な場所なんですけどね、今年もやっとなんか、雪がまだね残ってましたね。今日は天気が良くてね、満開ですね。なかなかこの残雪と桜っていうのはなかなかね撮れないんだ本当にこれはなかなかね世界的に、なかなかね見れない景色なんで、今日はね撮っておりますね。残雪もだいぶ少なくなってきましたけど、ね、なかなかこれ見られない景色なんでね、今日は皆様にお伝えしております。ここは十五島公園というところでね、この公園の中ではここが一番、綺麗な桜を咲かせますね。なかなか立派な桜です、ね、昔の人が植えたようですけどね、今立派になってね咲いてますね。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。